ということでございまして、無事に4公演、終わりました。私もほっといたしております。まあ全部で8席やりましたかね。まあ、私の方も、まあ、今日は心地よい、疲れというような感じでございますけど、とにかくそのお客様の、熱気がすごかったですね。よし、またこの寄席人気を、芸人を贔屓にしようという、こう熱気が今もう後ろからもね、今その退場するお客様のすごい歓声が聞こえておりますけれども、私もまあ2月に一遍この寄席にまあ出演させていただけることになっておりますんでね、これからまた2つ目さんですとか、若手真打さんの公演も数多くございますので、ぜひぜひもう茨城県内の方だけじゃございません、もう日本全国、お越しいただければ、とても楽しいものが見られると思いますので、ぜひぜひ宮城寄席にお運びいただきたいと思います。どうもありがとうございました。